まず1枚。まず2枚。OK、3枚。こういう大量キルした時が気持ちいいんですよ。はい、こんにちは。ラッシュゲーミングのグリードです。今回はですね、来年で20周年を迎える、コールオブデューティーのバトラーモードであるウォーゾーン2の完全新規向け、紹介解説動画になっております。今回はね、完全新規向けってことで、まあ僕のチャンネルではウォーゾーン2を知ってたりプレイしてる人は多いと思うんですが、このゲームをもう一から新規に向けて説明します。まず、このウォーゾーン2っていうゲームは、コールオブデューティーが無料で、サービスしている、無料バトロワゲームになってます。今日はね、このゲーム一体どんなシステムなん、なんで世界で人気なん、どこが面白いんっていうところをね、話して、まあちょっとね、実践的なところもプレイ動画も撮りたいなと思います。このゲームの人気なポイントは150人復活システム、自分の好きなようにカスタマイズされた武器が使えるっていうところです。しかもこのゲームランクがないんですよ。ランクがないのになぜ人気なのか、まあ、その辺もね、ちょっと説明しようかなと思います。このゲームは簡単に言ってしまうと、バトラーなのにバトラーじゃないんですよね。これ何言ってんだっていう話かと思うんですけど、皆さんバトラーって1位目指すの難しくないですか？だってなんか100人中1人とか、このゲームに至っては150人中の1人にならないといけないわけなんですよ。しかもバトラーって倒されたら基本的にあんまり復活できないじゃないですか。だけどね、このゲームはその復活システムの導入によってすごいもう何回でも復活できちゃうみたいな、とにかく敵と接敵する回数が多いバトラーになってます。ではね、早速ウォーゾーン2のシステムを解説していきましょう。まずね、対戦人数150人です。バトロワとしてはね、多分最大級の人数だと思います。ランクシステムはありません。次に復活システムですね。このゲームはですね、倒されたら、倒された人同士で 2v2 をやって、勝ったチームが復活できるっていう権利が誰でもあります。なので、ああ、最初やられちゃったってなっても、まだね、復活できるチャンスがあると。そしてね、もし味方がいればね、マップ上にある購入ステーションと呼ばれる、ショップですね。そこで4000円で味方を買うことができます。そうすれば何回でもこれ、復活ができます。もう4000円で命を変えまくれるバトラーです。次に乗り物が非常に豊富です。車、ボート、バイク、ヘリあります。特にヘリとかね、一瞬でマップのいろんなとこ移動できるんで、まあ、今作150人っていうね、人数で、で、マップも大きいんだけど、この乗り物が豊富なことによって、まあ、移動がすごくスムーズになってます。次に購入ステーションシステム、ロードアウトシステムですね。購入ステーションって呼ばれる、まあ、いわゆるショップがあります。そこでは、お金を使えば、自分の、好きなようにカスタマイズされた武器が、購入できたり、そして敵の位置がね、一時的に分かる UAV だったりとか、あと空爆とか、いろんなアイテムがそこのショップで買えるんですよ。で、先ほど話した味方の蘇生もそこでできてしまいます。このショップシステムによって、例えば自分の武器使いたいってなって見つからない、好きな武器が見つからないっていう時でも、このショップで簡単にね、いつでも購入できるっていうね、強みがありますね。最後にご紹介するのはこのミッション系ですね。これがね、すごく初心者におすすめ。このミッションはマップの至るところに落ちてます。で、それをスタートしてクリアすると、武器だったりお金がね、たくさん手に入るんですよ。で、これがあることによって、例えばさ、バトラーでさ、中盤、敵全然いないみたいな、暇だなみたいな、そういう時にこのね、ミッションを始めて、やっておくとお金も手に入るし、武器も手に入る。そして時間つぶしにもなるっていうね、ものになってます。で、特に初心者の方は最初はね、ガンガンこう敵を倒しに行くみたいなことは非常に難しいと思うので、まあ、まずこの中盤、ね、序盤のあたりで、お金をゲットして好きな武器買ったり、プラスで暇つぶしにもなるし、操作感慣れる時間にもなるし、非常にこれおすすめです。本作からね、このミッションの中にその AI と戦う系のミッションもあるんですよ。だから、まずそのいきなりその対人、別プレイヤーと戦うことが難しくても、まずこのミッションで AI に対してこうね、まあ撃つ練習もできるし、プラスでいい武器とかお金も入るしっていう、非常に本当に初心者におすすめな、感じになっております。危ない、後ろなんか車止まったぞこれ。 N ホーム来るかも。あ、待って、普通に死んだ。待って、待って、ボトボトはちょっと何そんなところで何ですかグリードさん。まとめると、ウォーゾーンはその150人で
で復活システムによって本当たくさんの人と戦えるというか会える、本当にカジュアルに特化したバトルワになってます。初心者の方はやられてもまあ復活できるチャンスが非常に、たくさんあるし、そのミッション系のおかげで、まあ、いきなりこう他プレイヤーと戦わなくても楽しめる機会があるっていうね。そしてね、だんだん慣れてくると、まあ、自分の好きなようにカスタマイズした武器で、ね、購入ステーションでなんか強力なアイテム買って UAV 出して敵の位置見つけてこうガンガンもう本当に深いことは考えなくていいみたいな、もうとにかく敵に行って倒したい、倒しに行くみたいな、そういうプレイスタイルもできるっていうバトルワになってます。さあ、というわけで今回はノラの方と一緒にトリオモードやっていきたいと思います。でマップね、めちゃくちゃ広いですけど、まあ、街も多いし人も多いんでね、150人で激戦区みたいなのあんまなくて、基本的にすごくね、今作のマップバランスがいいです。どこ降りても人が一定数いるし、今回はどうだろう、割と多めでしょうか、どうでしょうか。さあ、まずは武器をね、集めるとこからですね。あ、ここちょうどいたわ。あ、そうそう、このゲームの特徴、開幕ハンドガン誰でも持ってます。なので最悪ね、うわ武器なんもねえみたいなことはない、最低でもハンドガンはあるっていう感じですね。ちょっと味方との距離が遠いのであっち寄りたい感じですが、おって聞いた、びっくりした、やばい、これ逃げらんない。いやー、2人も来んのか、これは厳しいな。さあ、1回やられちゃったけど、これが収容所ですね。ここで 2v2 勝てばまた復活できるんで、まあまあ全然1ですわ、そんなに。むしろここで2キルしたら、その2キルもね、キル数に入るんで、むしろキルが増えたりもする。さあ、というわけで、2v2 収容所。あ、くっついたんじゃない？おい、グレネードくっちょきーな。アーマー剥がれてるから、敵多分。ビビってるんじゃないか、この辺で。俺いない。来た。オッケー、ナイス。あ、アーマーベストある。ちなみにここでアーマーベスト、今、最初ね、2つしかアーマーつけられないんだけど、アーマーベスト、3プレートアーマーベストっていうのがあって、それつけると3つつけられるのよ。で、それを今拾いました。で、基本的にはこう、マップに、の箱から出てくる。でもね、この収容所にも一つだけあるから、ゲットして戻ってくれば、今、アーマーがこういう風に3つつけられるという感じでございますよ。やられたけど、むしろ美味しい状態になってきましたね。あれか？ちょっと距離あるけど。オッケーオッケー。格殺だけ入れとこうか。で、蘇生してあげましょう。収容所から帰ってきた後注意なんですけど、普通だったらダウン状態になるじゃないですか、どのゲームもやられたら。だけど収容所から帰ってきた状態だとダウン状態がないです。やられると本当にもうそれで終わりです。なのでそれを回避するために自己蘇生っていう、自分で蘇生できるようになるアイテムをゲットしておかない。あ、おい、ちょ、出てきたんだけど。これです。これ今右下にあるやつ。これがあれば、収容所から帰ってきた後でも、ダウン状態になるし、自分で起きられるっていう。説明してたら出てくるんだけど。マジかよ、こんなことある？さあ、いい位置取ってるよ。あ、エアストライク。これは敵の空爆なんで、逃げましょう、ここから。もう爆散してしまうからね、注意。僕の下にいる。ダウン？爆殺入れて。オッケー、オールダウン。おう、ギリギリでしたね、結構。ね、本当に落ちてるね、武器でも全然強い。で、今これ、アーマーボックスゲットした。これでアーマーをゲット。な、6個ぐらい確か手に入る。エアストライク、空爆ですね。これも使ってみ、あ、これ新武器の AR だ。ちょっとこれも使ってみましょうか。で、このマップにあるカゴマークですね。これがショップになります。購入ステーション。アーマープレート買ったり、UAV。これがめちゃくちゃ強いんだけど、4000円なんだよね。で、武器も買うことができます。これは自分でカスタマイズした武器がここに表示されます。あと、デフォルトロードアウトっていうのもあって、これはもうすでに、ゲーム側が用意してくれたカスタム武器。最初これ買うのいいと思う。だけど今ちょっとお金がないんで、お金集めですね、ここから。で、マップ見ると、この、緑色のマーク。これはですね、ミッションですね。これをクリアすると、お金が手に入ったり、武器が手に入ると。
インテルこっちの方がいいかな最初は。このセーフクラッカーってやつ、あれはですね、箱を開ければいいだけなんでめちゃくちゃ楽、しかもめっちゃお金手に入る。で、ここね、マップはね、中央が山になってるんで、こう飛び出して、パラシュートで移動すれば、もう、超移動できるんだけど、味方さんが、とりあえず、僕たちは今ね、お金が全然ない、プラス、アーマーも、そんなないんで、お金を集めたい。まあ、慣れてくるとね、別に、こう、バウンティっていう敵を倒しに行くミッションもあるから、そういうのを結構取るかな。よし、これですね。これを開けると、どれぐらい手に入るかな？オン！まず一つ目です、これ。これで、5000円ぐらい手に入ったかな？ 4000 円ぐらい。あ、ロードアウトが来てますね。この一定時間経つと、ロードアウトドロップって言って、自分のカスタマイズした武器が手に入る箱がこういう風に降ってきます。さあ、ここに購入ステーションあるんで、ちょっと UAV、あ、UAV 買われてる。じゃあちょっとこのデフォルトロードアウトって買ってみますか？デフォルト武器。どんなもんでか、強さ。ちょっと試してみましょう。あ、これポータブルレーダーって言って、これ安いんですけど、近くの、すげえ範囲は狭いけど、近くの敵が映ります。まあ、味方がインテルのミッション中ですね。このミッション中は近くにいないといけないんで、よいしょ。あ、UAV 全部買われちゃってるな。自己ストでも買っとくか、追加で。お、敵いる。あ、敵の空爆来てます。これ離れないとやられてしまいますと。残り人数50人、結構減り早いですね、今回は珍しく。結構いいね、デフォルトの武器でも、ブレ少ないです。で、この M4 は覗き込みも早く設定されてるから、結構近距離でもいけそうな感じする。OK、インテル完了。また4000円手に入りました。このインテルやると、そうだね、このインテルやると次のエリアがわかるんだよね、そうそうそう。いますね。1キル取った。1キル取ったら空爆をあそこに呼んじゃう。どうだろう、当たるかな。当たってはなさそうですね。これスナップショット投げてみようか。もう1個投げてみようか。上にヒットする。そしてなぜかベスパーに撃たれてる僕。もうなぜだー。あー、マジか。完全なベスパーが邪魔してきましたね、これ。味方が4000円持ってるんで、蘇生してもらえる。お、味方さんが蘇生してくれました。こんな感じで、味方がお金持ってれば何回でも復活できます。ただ、終盤だけは、蘇生ができないんでね、ショップがなかったりするし、そこだけ注意ですね。さあ、自分のデスボを漁って、で、目の前にロードアウトがあるな。ちょっと拾っちゃおうか。すごいとこにある。やばい、近い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 。まず1枚、まず2枚、 OK、 3枚、オールダウン。 OKOK、 いいっすね。このね、このゲームはとにかく大量キル、こういう大量キルした時が気持ちいいんですよ。空爆もありますね。お金もゲット。スナイパーか。いや、待って、なんで。やばない。やば、この人。めちゃくちゃ強い人だった。あの、屋根からの立ち回りしてくるプレイヤーはなかなかレアっすよ。こんな強い人なかなか会わないけど。そのバウンティーミッション拾ってみましょうか。さあ、バウンティーは奥側になりましたね。脱獄チャンス来た。この脱獄チャンスっていうのはね、今欠けてるプレイヤー、復活できなかったプレイヤーが復活できるっていうチャンスですね。が、これね、ランダムだったと思う。なんか、毎回来るわけじゃなくて、時々このチャンスが来るって感じだから。だからね、多分今復活してくる人が上からポンポンポンって来るんじゃないかな。普通弾？ラスト。OK、俺だ。ふぅ、危な。下から来てたんだね。
よかったな。一回 UAV 呼んじゃいましょうか。はい。今 UAV 呼びました。こんな感じで敵の位置が映る。真下にいます。これやっちゃおう。ナイス。いやー、そっちからも。いや、この辺ちょっと敵が多すぎる。ガスマスクつけてるんで、ちょっとは耐えられるはず。で、反対側に空爆呼んで、水泳ぎましょう。潜ろう。空爆に当たんないように。一人やった、でも。いや、マジかー、ドンマイ。ガー。残念ながら優勝ならず。まあ今回はね、優勝できなかったんだけど、まあ簡単なね、ゲームの流れは説明できたかなと思います。で、次はね、よりこう、どうやったら勝てるのかとか、どう、ポイントをちょっとね、より深く話したいなと思うので、気になった方今のうちにチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ウォーゾーンはプレイステーション、Xbox、PC で無料でプレイできますので、気になったらね、ぜひプレイしてみてください。お疲れ様でした。もう見えん人数も何もかも。ハードコアウォーゾン。おお、素晴らしい素晴らしい。めっちゃおる。やばやばい。え、待って、いやー、お、これどうすんの、沈んで。何これ、何これ、みんな泳ぎ、え、泳ぎ、泳ぎやん、これ。ワンチャンワンチャン。え、どういうこと。え、みんな橋。え、あと何部隊おんの、それ。これやばいんじゃない。え、つるつるつる、おいでき、おいでき、また走ってる。え、もう一人海いるよ。あ、下下下下。え、つる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 、めっちゃ倒してる。倒してるって。何、無双入ってる、無双入ってるって。やばいって、これ。あと 1v1。 え、マジ 1v1。 上上上上から、やばい。1対1対1だ。え、これ頑張れ、いける、いける、マジ。おお、マジか。グリディ無双で取れました。You'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Or when it's gone. Took you too